顕微鏡とは、光学的もしくは電子的な技術を用いることによって、微小な物体を投影し、肉眼で見える大きさの像を得る装置である。単に顕微鏡というと、光学顕微鏡を指すことが多い。光学顕微鏡はメガネ屋のヤンセンフ氏によって発明された。その後、顕微鏡は科学の様々な分野で、これまで多大な貢献をしてきた。その中で様々な改良を受け、 また新たな形式のものも作られ、現在も随所に使用されている。顕微鏡を使用する技術のことを顕微鏡法、顕鏡法という。また、資料を顕微鏡で観察できる状態にしたものをプレパラートという。アントニ・ファン・レーウェンフックの初期の顕微鏡の複製最初の顕微鏡は1590年、オランダのミデルブルフでメガネ製造者サファリアス・ヤンセンと父のハンス・ヤンセンが、 作った。他に、同じメガネ製造者であるハンス・リッペルハイが顕微鏡も最初に作ったとする説もある。ただし、彼らがこれを使って何か意味のある観察をしたという記録はない。ガリレオ・ガリレイは、この顕微鏡を改良し昆虫の復眼を描いている。マイクロスコープという名称は、ガリレオの友人だったジョバン・ニ・ファベールが1625年に命名したという。ガリレオ自身は、 顕微鏡をアキリーノと呼んでいた。最初に細胞の構造の詳細まで顕微鏡で観察しようとしたのはジョバンニ・バッティスタ・オディエルナで1644年に L ・オチオ・デラ・モスカを表している。1660年代以前、イタリア、オランダ、イギリスでは顕微鏡は単なる珍しい器具でしかなかった。イタリアのマルチェロ・マルピーギは顕微鏡を使い、早うてはじめとして 生物学的構造の分析を開始した。1665年、ロバート・フックが発刊したミクログラフィアは、その印象的なイラストレーションで大きな衝撃を与えた。顕微鏡による生物研究に多大な進歩をもたらしたアントニ・ファン・レー・ウェンフックは微生物や生死を発見した。彼は生涯を顕微鏡の改良に費やし、最終的には 約300倍の倍率の顕微鏡を作っている。ただし、これは単レンズのものであり、顕微鏡そのものの改良につながってはいない。4種類の顕微鏡科学の処分野の中で、生物学はおそらく最もその影響を受け恩恵を被っている。ほとんどの生物学の教科書が細胞の発見から始まることを見ても、それは明らかである。また高等学校においては、 通常は、顕微鏡は、生物教室に置かれる。ありがとうございます。